はい、こんにちは。プロ棋士の藤森哲也五段、将棋放浪記という YouTube チャンネルを運営されている方なんですけども、その方と、コラボしませんかという話になって、で、まだ撮影はしてないんですけども、打ち合わせで藤森先生のお宅にお邪魔したときに、アマ名人、まあ、元奨励会員の方なんですけども、アマ名人の鈴木はじめさんという方がご近所らしくて、ふらっと遊びに来て、そこで、鈴木はじめアマ名人と、まあ、このチャンネルにもよく登場している読み取り匠さんが、目隠しで将棋という企画があるらしくて、それもまだ全然撮影はしてないんですけども、で、じゃあ、っていうんで、鈴木アマ名人が私相手には目隠しの練習、私なんかじゃ全然、そういう時に役不足って言っちゃうと、役不足の使い方間違いですからね。役不足っていうのは、部長の能力がある人が課長の肩書きの時に役不足で、まあそういう場合は単なる力不足。私は力不足なんですけども、アマ名人が目隠し、1手20秒。で、私は持ち時間15分、1手60秒という、まあ、ハンデ。で、将棋よく知らない方だと、目隠ししてそんなハンデで勝てるのって思われるかもしれませんが、将棋って強くなればなるほど、目隠ししてもあんまり記録落ちないんですよね。多分、藤井さんなんか多分目隠ししても、ほぼ記録落ちないんじゃないかと、勝手に想像してますけども、私ですら、めちゃめちゃ弱い初心者相手にだったら、目隠しで勝ったことありますんで。まあ、もちろん、同等だったら私なんかではもう相当気力落ちますけども、強くなればなるほどあんまり気力落ちないんで、私なんか、まあ目隠し相手に指してても、全然、ハンデをもらった気分じゃないんですけども、そんな状況で指しました。で、まあ結果はまあ、動画出てるんで、ぜひ、リンク貼っとくんで、そちらをご覧くださいと。で、今日の問題なんですけども、まあこれ見るからに、X の6乗を求めろよというのがパッと、まあ6乗さえ出れば、で、6乗っていい値なんでしょうと。で、まあ何通りかって言っても、まあほぼ一緒ですけど、まあ私とりあえず、これ X、これ、まあ実質二次方程式ですよね。両辺 X かけちゃえば二次方程式で、二次方程式だったら解が出ると。そしたらそれ6乗がいくつかすぐわかんじゃないかなと思うんで、私ついこれは解いちゃいましたと。まあ他にもやり方あると思うんで、まあそれもじゃあ一応紹介したいと思うんですけども、まあとりあえず、これ解けるんだから解いちゃおうとんで、X 二乗、まあ両辺に X かけて、で、マイナスルート3、X プラス1が0と。で、まあ、係数、ルートがついてるから嫌ですけど、別に、ごく普通に、解の公式使えば、ルート3プラスマイナス、3引く4だから、マイナス1ですね。ルートマイナス1なんで、i ですね。プラスマイナス i。おそらくこれなんか、一目見た瞬間、慣れてれば、i。これいい数ですよね。複素平面上で言うならば、これちょうど、絶対値は、これの絶対値は、1ですよね。4分の3、2分のルート3の2乗、足す4分の1、2分の1の2乗なんで、絶対値1だから単位円周上。で、2分のルート3と2分の1だったらちょうど30度ですよね。で、ここと、まあもちろん反対も強弱な複素両方、マイナス30度と。ってことはこれ、ドゥーマーブル使えば、6乗すれば角度は6倍なんでちょうどここに行き着くと。ということで、x の6乗はマイナス1と、まあ分かっちまえばそれでおしまいと。まあですからまあ答えだけ出すならば、これは6乗の3乗だから、奇数乗だからマイナス1。これは6乗の2乗だからプラス1。で、マイナス1プラス1で0と。いうふうに出してもいいですし、まあ私はこうやってやったんですけど、まあこれ、2乗したくなる気もあるかなと。2乗すれば整数になるし。で、真ん中にちょうど2が登場するんで、x2 乗プラス2、足す x2 乗分の1が3と。ということで、x2 乗プラス x2 乗分の1が1なんで、そしたら、これ、まあ、6乗が自然だから、とりあえず、じゃあこれ3乗しちゃおうかと。両辺3乗しちゃえば、x の6乗が出てきて、途中は3かける、これの2乗かけるこれだから、x が2乗ですね。で、次が3かける、これかけるこれの2乗なんで、分母が x の2乗。じゃあ3でくくって x2 乗分の1と。で、足す x6 乗分の1が1で、これは1ですよね。ってことは x の6乗足す x の6乗分の1足す2が0と。これ移行して。そしたら、まあ、x6 乗を t と出せれば t 足す t 分の1足す2が0ってことは t2 乗プラス 2t 足す1が0なんで、t 足す1の2乗が0だから t すなわち x の6乗はマイナス1というふうに出してもいいですし、まあもう何やっても出ますよ、要するにこれはもう。まあ3乗してもいいですね。3乗ぐらいで取ったことないんで、3乗すると、
x3 乗プラス3、これかける、あ、これの2乗かける、これだから 3x ですね。でこれの2乗かける、これだから x 分の1で、やっぱり3で食っちゃうこと、足す x3 乗分の1が3ルート3で、これルート3だから3ルート3ですよね。そうすると、ちょうど x3 乗プラス x3 乗分の1が0と、これ超消えて、そしたらこの後これ2乗すればいいんですか。2乗すれば x の6乗足す2足す x の6乗分の1が0で、やっぱり同じ式になります。当たり前ですけど、っていう感じで、まあ x 6乗がマイナス1と出ればもうおしまいというだけの問題でしたと。じゃあ以上です。ぜひ私と天明人の対局ご覧くださいと。ありがとうございました。